カナンは髪を触っても基本放置だから、いろいろ楽しんじゃう。でも後で怒られるのよね。マリーはヘアスタイルには結構こだわってるの。今日もバッチリ決まったわ。もう使わない1年生の時のスカーフ、これを見るとあの頃は若かったわって思うのよね。このままでも十分キュートな制服だけど、マリーとしてはもう少しアレンジしたいところね。世界中にマリーたちのシャイニーが降り注げば世界平和だって夢じゃないわ。サーリー、来る途中でファンだっていう子に呼び止められちゃったわ。人気者は辛いわね。何事もやる前に諦めちゃダメよ。チャレンジした結果、粉々クラッシュでもマリーは後悔しないわ。胸を打ち鳴らす熱いパッションをステージの上でバーニングよ。上はキリッとスポーティー、下はレースでふわっとキュート、足元はローラースケートでアクティブ。いろんなポイントが詰まった衣装ね。ヘッドフォンにつけるリボン右にしていい？左だとマリーのくるんの部分にかぶっちゃいそうよ。みんなを笑顔にするものなんでしょ。だったらまずは私たちが笑顔でいなくちゃ。今度の曲はドドンとロックでハードな感じにしない？スカートのバラの模様がとってもエレガントで気に入ってるの。どこのお店で手に入るのかしら。今回の衣装はとびきりキュートね。まるでお人形のドレスみたい。未来は誰にもわからない。それはきっと眩しく輝いているせいで見えないからね。シャイニーの意味？そんなの言葉通りよ。私たちの熱くきらめくパッションを解き放つ魔法のワードなんだから。胸元のリボンで光るのは高鳴るハートのパッションステア。太陽よりもまばゆく輝いてみせるわ。シックでエレガントな紫のカラーリングがこのコスチュームを甘すぎず幼すぎずベストなイメージにとどめてるわ。マリーにぴったりね。裏所に遊びに来てよ。マリーの真面目な理事長ぶりを見せてあげる。いつだって笑顔が一番。ほーら笑ってシャイニー。
あなたと二人だったらどんなに遠くへのジャーニーだって退屈しなさそうね。じゃあマリーと一緒に快適なトレインライフを送ってみない？理事長の仕事がこんなに溜まってる。ねえ、ちょっとだけ、ちょっとだけ手伝ってくれない？今度のお休み、どこかへ出かけない？ずっと練習やライブで時間がなかったから、久しぶりにデートしましょう。蝶のように華やかに、風のように軽やかに、あなたを夢の世界へ連れていくわ。壁の花？もう、あなたのことを待っていたのよ。全然来てくれないから、根っこが生えちゃうところだったわ。私の部屋に招待してあげる。おいしいスイーツたっくさん用意するわね。歌っている時の充足感って何かに置き換えられるものじゃないわよね。今度こっそりダイヤの衣装とマリーの衣装をすり替えてみようかしら。ダイヤのびっくりする顔が楽しみね。この衣装は青空の下で見てもらいたいわね。カナン直伝、元気の出るハグ。どう？あなたも元気になったかしら？ライブが近づくと、緊張でみんなピリピリギスギス。なんてことは全然ないわ。ワクワクソワソワならするけどね。あなたが次のステップに進むとき、マリーのことを思い出してくれると嬉しいわ。私もホワイトバージョンのコスチューム着てみたかったな。なんてね。マリーの元気な秘密、知りたいかしら？どうしようかな。シャイニーなマリーからあなたに一言。もっともっとマリーのことを見て。この衣装って捨てられないわ。ねえねえ、あなたもこっちに来て。アクアの名前も結構広まったと思うのよね。そろそろ世界一周ライブツアーとかやってみない？
あら、今あなたがハミングしたのアクアの歌でしょう。無意識に歌っちゃうくらい聴いてくれているのね。マリーとロデオ対決がしたいの？いいわよ。早速とびきり元気な牛ちゃんを呼んできましょう。カウガールマリーのバディにはどんな馬がふさわしいかしら。私たちは無敵よ。揃わなかったら？それはないわ。いつもみんな心の中にいてくれるから。ついビッグマウスであくびをしちゃったわ。遅くまで理事長の仕事をしてたから。って、そのカメラまさか撮って、あなたの目は不思議ね。見つめていると海より深いところに吸い込まれていくみたい。マリーとあなたが同じ人間でよかったわ。もしもマリーがお魚だったら水から出られないもの。それじゃああなたに会いに行けないわ。毎日が楽しくて幸せすぎるわ。次のライブはどんなことをしようかしら。スクーアイローって最高よ。にゃー、あなたに構ってほしいの。またシャイニーが食べたくなる頃じゃない？作ってあげるわ。ほら、そんな離れたところにいないで、こっちにいらっしゃい。そんなに見つめられたら、マリーに穴が開いちゃうわ。一度しかない人生、ハッピーに暮らしましょう。私たちの可能性は無限大だから、どんどん前に進んでいきましょう。ニコッチってああ見えてとってもデリケートなの。あなたも優しくしてあげてね。パンがなければシャイニーチョコレートを食べればいいじゃない。お腹が空いたら、マリー特製のチョコレートをあげるわ。いつでもみんなと遊べるように家にゲームセンターを作っちゃおうかしら。でも
お出かけするのも楽しいから迷うわね。マリーはいつも楽しそうだって？そんなことないわよ。これでも悩みはいっぱいあるの。今度はどうやってあなたをデートに誘おうかとかね。来てるわ。どこまでもマリーたちを運ぶ最高のビッグウェーブだ。どんなことも最初は怖い。でも勇気を持って踏み出せば案外うまくいくものよ。